こんにちは、僕の声聞こえますか？聞こえていたら大きく手振ってください。ありがとうございます。本日は名古屋港水族館にお越しいただき誠にありがとうございます。ただいまよりペンギンのミーティングタイムを始めます。はじめにこの水槽では安心や面白いな島々に生息している4種類のペンギンを飼育しています。それでは早速この4種類のペンギンの特徴についてご紹介していきたいと思います。まずはじめにご紹介するのはこちらのペンギン、こちらをアデリーペンギンと言います。アデリーペンギンはシンプルな白と黒のツートンカラーで、目の周りには白い縁取りがあるのが特徴です。そして次にご紹介するのはアデリーペンギンと同じくらいの大きさのこちらのペンギン、こちらはヒゲペンギンと言います。ヒゲペンギンはアデリーペンギンと違い顔が白く、名前の通り顎にはヒゲのような黒いラインがあるのが特徴です。そして3種類目にご紹介するのは、先ほど紹介したアデリーペンギン、ヒゲペンギンより一回り大きいペンギンで、今皆さんから見て右手の方の飼育員に集まってきている少し大きなペンギン、あのペンギンをゲンツーペンギンと言います。ゲンツーペンギンは口と足が鮮やかなオレンジ色をしていて、頭には白いリボンのような模様があるのが特徴です。そしてこのゲンツーペンギンなんですが、ペンギンの中で最も速く泳げる種類が記されていて、記録として時速36キロで泳いだとも言われています。そして最後4種類目にご紹介するのは、先ほどから皆さんから見て左手の方で飼育員から餌をもらっている空気は大きなペンギン、あの大きなペンギンもエクラーペンギンと言います。別名を皇帝ペンギンとも呼ばれています。エクラーペンギンは顔の横が黄色くて、で全長1.1m、体重45キロにもなる世界最大のペンギンです。しかもエンペラーペンギンなんですが、日本で飼育しているのはここ名古屋港水族館の岡山県にありますアドベンチャーワールドの玄関のみとなっているので、とても貴重なペンギンなんです。以上、この4種類のペンギンを楽しみにしては飼育しています。それでは今ペンギンたち餌の時間ですので、ペンギンたちの食べている餌についてご紹介していきたいと思います。まずはじめにペンギンたちの食べ物は魚です。名古屋港水族館ではホッケ、イカナゴ、マアジ、この3種類の魚を与えています。そしてその餌の与え方は、皆さんから見て右手、そしてこちら左手でエクラペンギンに与えているように、飼育員が手渡して餌を与えていきます。そしてどのペンギンが餌を食べたか言えないと、あちらの中央のボードを持った飼育員がボードにチェックしていきます。野生のペンギンたちは急に泳いでいる魚や小さなエビなどを食べています。ではどうしてここ名古屋港水族館ではあのように手渡しで餌を与えるのかと言いますと、実はペンギンたち体調が悪くなってしまうと陸上に上がってきてくれないんです。なのでそういった怪我などをしたペンギンたちをいち早く見つけるために、あのようにボードでチェックして餌を与えています。さらに手渡しで餌を与えることでペンギンを間近で観察し、怪我などの変化をいち早く発見することもできます。そして僕たち飼育員はこの水槽内にいる全部で80羽のペンギン全てを見分けながら与えています。しかしあちら少し高いところにずらっと並んでいるアデリーペンギン見ていただくと分かるんですが、同じ種類のペンギンの顔はとてもよく似ていて、実は飼育員でも顔だけを見て見分けるのはとても難しいんです。では僕たち飼育員はどのようにしてペンギンたちに見分けているのかといいますと、まずはペンギンの翼にご注目ください。ペンギンの翼のことをフリッパーと言います。このフリッパーの付け根をよく見ていただくと、何やら輪っかのようなものがついているのかと思うんですが、この輪っかのことはフリッパーバンドと言います。このフリッパーバンドは赤、青、黄色、緑、白、黒と6色の色の組み合わせで番号を表しています。その番号を飼育員に読み取ることで80羽のペンギン全て見分けることができます。例えばこちら前の前歩いてきてくれた、あ、言っちゃったアデリーペンギン53番、こちらの方が54番、今に座っている番号が92番と、このようにしてしっかりと見分けることができます。ですので皆さんもぜひお気に入りのペンギンがありましたら、このフリッパーバトンの組み合わせ覚えてみてください。さて、ここまではこの水槽内にいるペンギンたちについてご紹介してきましたが、次はこの水槽についてご紹介していきたいと思います。この水槽はこのペンギンたちが野生で生活している南極の環境を再現しています。ですので水槽の湿度-2度、そしてペンギンたちが泳ぐプールの水温は8度に設定されています。かなり皆さんから少し見えづらいと思いますが、床にはこのように
たくさんの氷が敷き詰められていて、とても寒い環境になっています。またペンギンたちは光の長さや強さによって季節を感じ取り、繁殖などを行うと言われていますので、この水槽の照明は南極にあります昭和の日照時間を参考に設定し、南極の季節を再現しています。南半球にある南極は日本と季節が逆になりますので、今日本が冬に向かっているかもしれない、南極は夏に向かっているということになります。そしてこの時期になりますと、この水槽のジェンツーペンギン、アデリーペンギン、ヒゲペンギンが繁殖のシーズンを迎えます。ですので水槽の左手でこちら中央の少し高くなっているところでは、ペンギンたちが巣を作っています。ジェンツーペンギン、アデリーペンギン、ヒゲペンギンはこのような小さな石をたくさん積み上げて、すり鉢状の巣を作ります。そしてそこで卵を産み、オスとメスが交代でその卵を温めます。その温めた卵は約35日で孵化し、卵が孵化した後もオスとメスが育てを行います。実はこの水槽内でももうすでに巣が誕生しています。皆様の頭上にありますモニターにヒゲペンギンがいると思うんですが、このヒゲペンギンどこにいるかと言いますと、こちらのヒゲペンギンなんですね。そしてこのヒゲペンギンのお腹の下、よく見ていただくと何やら毛玉のようなもの見えますでしょうか。もぞもぞ動いているのか分かると思うんですが、このもぞもぞ動く毛玉、実はヒゲペンギンのヒナなんです。このヒナは11月の2日に生まれたばかりのヒナで、生まれた時の体重は 70g ほどでした。しかし昨日体重測定を行ったところ、もうすでに 600g を超えていました。このようにペンギンのヒナの成長はとても早く、約2ヶ月ほどで大人と同じような大きさにまで成長していきます。その後もアデリーペンギン、ジェンツーペンギンのヒナが生まれてくる予定ですので、またそのヒナを見に名古屋港水族館へお越しください。それでは短い間でありませんが、これで解説を終了いたします。この後もフィーリングタイムまだまだ続きますので、引き続きお楽しみください。ありがとうございました。